はい、皆さんこんにちは、ワンダルビルビジです。では今回は新ギレンの野望シャーシナンジュに乗る続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、オデッサこの防衛戦を行いました。今回はですね、それと並行して、進行しているこのマドラス基地攻略作戦、これを行っていきたいと思います。すでに我々の部隊入っているんですけども、ベリーハードという難易度からですね、このまま攻めても勝ち目がないというところから、今回はシナンジュ、シャーのシナンジュを一気にですね、超高速でこのマドラス基地に突入をさせていきたいというふうに思います。で、あとは戦略メニューの方ですね、要請で、ドームをね、今回から重点的に要請をかけて、配備進めていきたいと思います。ではマドラス基地攻略戦始めていきましょう。ではマドラス基地ですね、ここはシャアの進行ルートをしっかり確保することを最優先にしたいと思います。シャアはこのまま行くと左上から入ってきますので、シャアの進行ルートを確保するためにマゼラアタックを使って、ここに進行ルートを確保しておきましょう。ではまたシナンジュ進めていきます。次のターンでシナンジュ、投入できるかなというところですかね。で、ズゴック、ゴッグ、ドム、これらもどんどこ進撃をしていきましょう。ではマドラスの方はシャアのシナンジュ進行ルートを確保することにね、専念しておきたいと思います。ではいよいよシナンジュですね、突入させていきます。ではマドラス基地攻略戦です。シナンジュを使って突入していきましょう。進行ルートは確保してあります。なのでここをうまく使って一気にね、距離を詰めていきましょう。疲労度が46、ちょっと溜まってる状態だな。ガウはここで耐えてもらいましょう。でガウが今ここで耐えてる間にシナンジュと入れ替わって、シナンジュがね、この拠点上で戦える状態を作っていければいいかなと思います。ではドムも発進していきます。ズゴックが落とされた。フィッシュアイが結構強いんですよね。まあ、なのであのフィッシュアイをね、まあどう料理するかっていうのも課題の一つかなと思うんですけど、まあ、そこはうまくズゴック隊に頑張ってもらいましょう。では攻撃を仕掛けていきます。シャ、頼むぞ。マゼラアタックはちょっと一旦回復させましょう。でドムの部隊も前進させます。でちょっと心配なのがこのフィッシュアイ、一度回復させましょうか。まあ、シャアのシナンジュで削れるだけ削って、できれば次のターンでね、終わらせたいですよね。陸戦ジム、陸戦ガンダム、まあ、5機全部でいましたけど、全部潰してほしいですよね。疲労度が46、にしてもひどいだ。それにしてもひどいだ。援護射撃させるべきだったかな。まあ、しばらくここで、シャアのシナンジュは耐えてもらいましょう。攻撃を受けてもらって撃破もしていければ御の字かな。ガウが沈まれると厄介なので、ここだけ気をつけましょうね。ゴックがやられる。フィッシュアイ本当に強い。傷ついたガウは後ろに下げて確実に回復させましょう。ガンキャノン、ガンタンクはね、遠距離攻撃で仕留めます。
で、ここで、陸戦ガンダム、ジムライトアーマー、あとガンダック2、これを撃破していきましょう。ドム隊は一気に距離を詰めて、ガンタンクを2機撃破。ガウは後ろに下げたいかな。傷ついたガウは後ろに下げて回復させます。常に補給線はやっぱりつなげておきたいかなと思いますので。まあ、シナンジュがどれだけ無双してくれるかに、まあ、かかってはいますからね。よし、予定通り前期撃破。シナンジュの疲労度を確認して、疲労度15、これだったらもう一個前に出れるかな。もう一個前に出ましょう。一気に前に出て感知もして、ジムカスタム、ジムスナイパーカスタムですね。あと水中型ガンダム、ガンタンク2と陸戦ガンダム、ジムスナイパーとドン・エスカルゴ、さらにガンタンク2、水中型ガンダムですね。そしてこのシャアのシナンジ、ここがどんだけ倒せるかだね。ダメージは受けないと思うんで、敵をどんだけ削れるか。一残りですね。格闘は一回しかやれないので、一残りですね。惜しい。この反撃がね、うまく決まると本当に効率化が進むんで、うまーく敵を、やってほしいが、ガンタンク残りか。まあ、数は確実に減らしてるので、よしとしましょう。ここでガンタンク2を3機。デザートジム、ジムスナイパー、陸戦ジム。全部削ってほしいけど、ちょっと厳しいかな。この辺の火力不足感だよな。次で、シナンジュもちょっと回復ポイントで回復させます。反撃で仕留める。ここは防御しましょう。気になるのがフィッシュアイだね。フィッシュアイ、本当にフィッシュアイが強いんで、拠点で回復するのは武器弾薬、あとはヒットポイントだけじゃなくて疲労度もね、回復しますからね。疲労度を回復する意味でもしっかり回復ポイントで回復させます。フィッシュアイの前にズゴックが2機もやられた。では次のターンでマドラスね、攻略完了させるように頑張りましょう。報告します。ではマドラス基地へ攻略続きです。要請は主にドムをね、要請しています。今はでは予定通りなのかな。シャアを一旦ここで、制圧に使って、ここで回復させましょう。沖合から入ってきた潜水艦がいるな。あとは一度引いて、このフィッシュアイに手こずってるのもどうなんだというのはあるんですけど、フィッシュアイ強いので回復しましょう。フィッシュアイ上がっては来れないので陸に、回復ポイントでね、しっかり回復できればまた戦いに参加戻れます。ガウも一度引いておいて、シナンジュに攻撃を集中させて、反撃で仕留めていきましょう。なんとか今回ね、マドラス基地攻略完了させたいですからね。思惑通り反撃で数を削る。でシナンジュがどんくらい回復してるか。思ったより回復してないな。疲労度も90まで溜まってる。ここ繋がってないから回復できていない、そういうことだな。そしたらここをつなげてあげなきゃいけないので、ちょっと無理してでも前に出ましょう。つなげてあげる必要ありますからね。
そのため援護でガンダム、ガンキャノン、ガンタンク、彼らも出します。ドムも出す。いやー、どうだろう。ちょっとここシナンジュに頑張ってもらいたいところだから、ちょっとシナンジュに動いてもらえますか。回復をどこでさせるかですよね。今だとこことこの砲台を破壊すればここまで補給がつながるので、やっぱここで補給をつなげる方向にしましょう。ドムとかをだからこの砲台潰しのために一応ね、近づけておきましょうか。ちょっと微妙な動きしてると逆に命取りになる可能性があるので、次のターンの敵の動きを見て、出方を決めます。ここね、敵がどう動いてくるか。あんまり動いてきてないのであれば、シナンジュを回復させるのに専念するという手もありますよね。とりあえずズゴックの S を使ってここを確保。これで繋がりましたよね。あとは、ゴックズゴックで、これを確実に破壊しましょう。まあ、ついでなのでドムも使って、この、ガンタンクを2個破壊しちゃいます。シナンジュは今パワー、いや、疲労度が半端ないことになってるな。疲労がすごいことになってるから。ガウをもうちょっと近づけておきます。次のターンでガウからね、発進させていきましょう。なので、ここは確実に敵を削るということに専念しましょうね。これでいいでしょう。シナンジュが無双するには疲労度を回復したいので、ガンタンクが生き残り。これで繋がったと思います。シナンジュが回復できれば、またシナンジュを前面に出して戦っていきましょう。ドムが3機撃破。強いな。ベリーハードの嫌なところはまさにここなんですよね。シナンジュがつながったので、エネルギーも回復、疲労度も少し減った。ここでしばらく敵の攻撃を受けていきましょう。さあ、ここで全機破壊の偉業を見せてほしい。どうだ。ガードされるあたり微妙だな、シナンジュの射。3機残りですね。次のターンにちょっと持ち越しになっちゃいそうな感じがしますが、今のところ順調には来てますね。ここもシャアのシナンジュがどんだけ敵をね削ってくれるかというところですね。まあ、シナンジュが撃破されるっていうことはほぼないので、あとはシナンジュの火力でどれくらい敵を削ってくれるか。よし、これ反撃で全員撃破できるな。格闘を仕掛けてきたら最後このシナンジュの前に一撃で撃破できますからね。ここで6機撃破できたの本当にでかい。ここも2機撃破で、もう1機残りか。次のターンで攻略はできるかなと思います。またドムをねここで要求しておきましょう。まあ、この後戦いは続きますからね。ズゴックズゴックズゴックドムにする。まあ、ハワイとかの防衛
とかもね、今後出てくると思うので、ズゴックも要求としては入れておきましょう。ストライカーを一応侵入だけさせます。では、マドラス基地攻略戦続きです。今回で決めちゃいましょう。残っている敵中枢にいるのはこの2体だけですね。まあ、シャアもだいぶお疲れちゃんの様子ですけど、ここは、仕留めていきます。傷ついているドムは回収。まあ、できるだけ戦力は温存したいね、という意図からですね。うわ、フィッシュアイが、こんなに、いっぱい出てきてる。撤退だ、撤退。フィッシュアイを相手にするのは、ちょっとあんまりよろしくない。ちゃんと陸に上がって、陸でフィッシュアイの攻撃を受けないようにしましょう。まあ邪魔な砲台も一応ね、ここで、撃破は進めておきましょう。これで撃破できるかな。あのフィッシュアイたちどうやって始末するかはちょっと悩ましいですけどね。さあこれで陸上に展開している敵すべて撃破したので占領していきたいと思います。まあフィッシュアイとまともに戦うのは、まあ、厳しいっちゃ厳しいんで、格好撃破をしていきましょうか。制圧はもうしちゃいましょう。制圧。で、残存部隊、うんぬんかんぬんって話ですけど、残存部隊も、ね、フィッシュアイばっかりなんで、まあ、どうフィッシュアイを倒していくかっていうところですかね。はい。では、マドラス基地攻略完了してますので、次はですね、トリトン基地、オーストラリアはトリトン基地攻略を目指していこうかなと思います。もしくは、このね、ベルファストということになるかと思うんですけども、まあ、位置関係的にはどうだろうな。トリトン基地攻略の方がいいかなと思いますので、トリトン基地攻略もね、行っていこうと思います。